実はもう一つお二人と開けたいものを本日持ってきました。それがこちらです。イタジャガホロライブボリューム2、いいね。はい、こちらでございます。あ、ありがとうございます。こちらですね、ホロライブメンバーの可愛いデフォルメイラストのシールがついたスナック菓子の第2弾となっております。ラインナップがですね、18名のタレントがラインナップされてまして、それぞれノーマルとレアの異なるイラストが入っておりますので、ちょっと今回は3人で。これ知ってる顔おるぞ。あ、いますか。一緒に仕事したやつおるぞ。仕事したことある人いるんじゃないの。いますね。ありがとうございます。楽しみですね。はい、もちろん白髪もいますので、はい、ちょっとね、白髪を当てていただきたいなと思っております。どうこの T シャツ。あー、着ていただいてありがとうございます。やっぱちょっと我ながらおしゃれだなと。かっこいいよね。これバイクファッションに合うんだ。いや、全然。確かにそのやっぱグッズ感をこう、なんだ、あえて減らしてるっていうのが分かる。そうなんです。普段使いしてくださいっていうのが。ありがとうございます。もっと見る人が見たら、あ、白髪吹雪だなって分かるのが、ね、セカンドアニバーサリーって書いてある、はい、これレアモンなんだって。あ、そうなんです。実はもう販売されて、セカンド、そうなんです。今5だよね。そうなんです。そうなんだよ、これなんか。じゃあそうだね、ずいぶん貴重品だね。そうなんです。もうどこにも来た後に言われたんだけど、それもう再販されないレアのやつです。じゃあそれ通さなきゃよかったみたいな、うん、なんで着る前に言ってほしかったな。しょうがない、何を聞くよりも着てたんだから、うん、ありがとうございます。話の声着てたんだから、うん、あ、そう、いいですね。普通に着るわ、これ。 ありがとうございます、うん、これを見るとさ、やっぱ俺らはこれに行きつけないからな、うん、行きつけない、うん、俺らのデザインをどうやってもこうならんもんな。なんかね、ちょっとかっこよい感じで。狐、うちでもらっていい？ダメ？じゃあ狐出してくださいよ。狐っていうアイデンティティを言ったらいいの。アイデンティティ。じゃあどなたかが次回から狐耳ですよ。大丈夫ですか？その耳くれる？狐耳。いや、ありますよ、僕はまだ。奪おうってな。やめてください、アイデンティティが。ではでは開けていきます。開けていこう。はい。何が出るかな。誰が出るでしょうか。当たりはどれでいきますか。いや、フブちゃんでしょ、やっぱ。あ、そうですね。ぜひぜひ。フブさんの。フブちゃんのレアシール出したら。レアが出たら。勝ちってことで。このライブでもこのやっぱファンの方がイタジャガめちゃめちゃ買いまして、うん、このイタジャガをどう食べようっていうのでアレンジレシピとか募集してたんですよね。一回水で戻すの。マッシュポテトになる。マッシュポテトにする人も、うん、そうだよね。そうだ、いれば、その唐揚げの衣に使ったりとかする人もいて。いけんだ。そうなん、ちょっと砕いて、そうなんです。パン粉みたいに使うんだ。そうなんです、そうなんです。とかもありまして。俺出たな、これなんかレアかな、これキラキラしてる。お、出ましたか。桃鈴ねねちゃん。ねねちゃん。あ、それレアだ。それレアですね、レアのねねちゃん。この子はあれかね、マンドラゴラを飼ってるのか。違うんです、これはですね、根っこと言われる、これファンの方ですね。ファンなのか。はい、ファンの方、根っこと言われてまして。根っこなのか。そうなんです。じゃあこの子は何かこう、世界中の化身かなのか。そういうわけじゃないんです。もう、ねねちゃんは普通に人間ですね。人間なのか。はい、人間でして、あ、めちゃめちゃもう最高のアイドルを目指している。可愛らしいね。はい、じゃあ白髪に出ましたのは猫型おかゆちゃんですね。あ、え、はい、おかゆちゃん。おかゆちゃん、猫耳の子です。猫型おかゆちゃんは私と同じあのホロライブゲーマーズの中のメンバーでして、うんはいはい、あのファンのことをですね、おにぎりゃって呼んでるんですよ。おにぎりゃ。おにぎりってことですか。そうなんです、ファンの姿がおにぎりとしているってことですか。おにぎりなんです。おにぎりに囚人服っていう、黒と白のおにぎりと囚人服。ちょっと僕らには理解ができない。でもおかゆちゃんが実はあの実家がおにぎり屋さんということで。ああ、なるほど。そうなんです。そうなんです。近い。おにぎりに愛情があるんだね。そうなんです。なんでそのファンのみんなのことをおにぎりやと呼んでるんですね。てっきりファンをおにぎりのように食い物にしてるのかと。そんなことないです。おにぎりのみんなを使われてなんか僕の虜にしてあげるみたいな感じで。どっちかっていうと。そうそうそう、なるほど。そこから僕を見ててみたいな感じですね。おじちゃんも逃げられたいな。なあ、もうやめとけ。もわしゃがなをさ、始めたのがまあもう3年ぐらいなんですけど、始めた時に最初は動画だけ出す予定だったのがライブ配信もやろうってなって、それの頻度がまあ結構高くどんどんなってた時に、いろんなものを研究しなきゃいけないと思って、で俺はその研究でその V の皆さんをそこでいろいろ調べたり見るようになったんだけど、ゲームが根本的にあるからおすすめに出てくるのがゲーム実況をやる人たちだから、そのさっきのおかゆさんとかね、おすすめに出たことがある。何回か見たことは。お、ありがとうございます。まあ、興味深いですね、配信者と動画投稿者の違いっていうのが結構あって。あるよね。ありますね、やっぱり。あ、俺出た、知り合い。おと紫しおんちゃん。あ、しおんちゃん。この子ラジオに来たのよ。そうですよね、ラ
ジオに。そう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 、その時すごい羨ましかったです。うわしおんちゃんマジか。本当、はい、なってましたよ、ね、この時結構バチクソいじったけどね。いや楽しく聞かせていただきました。あの時もいやこの程よいなんかね、程よいクソガキ感が良かったよ。そ そうなんです。はい、ホロライブの一に争うクソガキでございます。クソガキ OK だな。クソガキ OK だよ。ナオさんが LINE を探り始めた。でもホロライブ内でもね、このクソガキみたいな感じで、うん、はい、緊張みたいな感じでいじられがちですけど、本人はお姉さんって言ってますね。そう、立派なお姉さんだからっていう感じで、そういうところもちょっとクソガキ感があっていいですね。クソガキ感があっていいよね。本来自分で言わないからね、うん、そうですね。はい、じゃあ僕の方はですね、はい、かなたさんですね。お、あまねかなたちゃん。あまねかなたちゃんはなんと握力が50キロあるんです。50キロ？そうなんです。僕は彼女はね、はい、あの見たことある。あ、ありますか。どういうことですか。あの、うん、おすすめに出た時に、うん、コロナに感染しましたって言って動画を上げ続けてたんですよ。俺そこから注目してます。どういう注目の仕方。毎日自分 の、 あの病状を伝えてるとコロナ1日目です。かっけー。今はこんな状態です。2日目3日目といって、うんうん、どんどん声がおかしくなってきてんの。かっけー。俺もう気になって毎日見たの。すげー、バイオハザードみたいな。ゾンビになっていく過程みたいな。うまとか言ってたのかな、うん。ゾンビになっていく過程を撮ってるやつ見て、すげえ。でもやっぱりそういうところね、うん、ちょっと惹かれたね。面白い子ですね。頭にでっかい手裏剣がついてる。ピンチをさ、チャンスに変えようとしてるわけよ。ねえ。そうですね。じゃあさ、手裏剣じゃなしに、手裏剣じゃないの？手裏剣なのか？天使なんです、この子。天使か。はい。天界の学校の生徒会長だったかな、確か。ふうき、どうだったろう。待って、ごめんな、どうだったっけ。ごめんな、かなた。大丈夫だ。ワンショーついてたのに。そういう細かいところで俺は今天使もコロナに感染するんだっていうところで疑問でいっぱいだから。やばい病気だな本当に。みんなまだまだ気をつけような。天使ばかりだから、まだまだ油断できないね。そうやばいな。はい、じゃあですね、坂本クロエちゃんが来ました。秘密結社ホロックスというものがホロライブ内にありまして、そこのインターン生掃除屋ですね。シャチの坂本ちゃんです。え、掃除屋なのか。まあまあちょっとまあいろいろお掃除ヒットマンなのかい。ヒットマンかもしれないですね。ちょっと仕事の内容はまだ聞いたことないんですけども、梶田も入れますね。梶田も入れるかな、かもしれないですね。梶田ホロックス、ホロックス梶田ヒットマン、まあヒットマン暗殺するっていう梶田派手にやるけど。梶田は正面から行く、うん、正面から突っ込んでいく。バイクでね、正面からマイトを巻いていく。マイト持っていくな。自爆じゃん。完全にもう突っ込んでいくっていう。ボンバーマンだから。やばいっすね。いやでもそういうの多分、うん、あのホロックさんの総帥ってラプラスダークの人がいるんですけども、うん、多分そういうの好きなんで、行ってこいって言われますね。あ、いや面白いな、はい、いろんなやついるな。はい、坂本ちゃんでした。じゃあ俺が次が、はい、あずきちゃんかな。あずきちゃん、こんあずきって言ってる、うん、そうです。わー、ありがとうございます。さ、あずきちゃんもう本当にホロライブでも、うん、もう本当に清楚な、清楚な方でございます。歌がめちゃめちゃあの透明感があって綺麗でして、そうなんですけども、最近あのゲームでジオデッサーっていうものがありまして、Google マップ使うやつだ。あ、そうそうそう、マップで自分が今どこにいるかというのを日本地図をこう見て、こうここってピンを刺すんですよ、そう。それで、ぴったりのことをゼロゲッサーって言うんですけども、うん、ゼロゲッサーの女って言われてるんです。すげえな。そうなんですよ。ゼロゲッサー出した。そうなんですよ。ゼロゲッサーを連発してするという。うん、不動産が得意みたいな。そういうわけじゃないんですけど、いろいろこう道路標識とか見て、あ、ここ何県だなとかで。どうして？そう。この子は衛星かなんかと更新してるの。ってわけじゃないんです。その周りを見る力がやっぱた、あ、人間です。はい。あずきちゃんは人間です。こっちに対して博識なんだね。そうなんですよ。すごい上手くて。はい、僕の方はですね、ポルカさんですね。あ、ポルちゃん。ポルカ、オルカ、オルヨーと書いてます。わー、ありがとうございます。それ挨拶なんですよ。ポルカ、オルカ、オルヨーっていう。なんか言いたくなるな、これ。そうなんです。語呂がいい。そう、この子はですね、白神と同じ狐のフェネックなんですね。え、あ、フェネック。そうなんです。サーカスの座長やってまして、ファンのみんなから座長座長と、はい、呼ばれております。なんか人気どこ取られてんな。人気どこ？動物のってこと？可愛いの。あ、可愛いところで。でもまだマーモットとかいないじゃないですか。マーモットはいないですね。マーモット、俺らマーモットやりましょうよ。嫌だ。あの太り散らかしてずっとこうやってるやつ。嫌だ。ギャーってなる。可愛く、可愛い。可愛いって。可愛いって。飯食ってるところじゃ見たことないけど。そう、来ました。白髪が出ました。地引きで。地引きかよ。でもこれはノーマル
ですかね。ノーマルでしたかね。ノーマルなのでね、うん、はい、白髪が出ました。なんで地引きやねん。もう白髪が出ましただと聞く気もねえじゃん。分かってるからもう聞く大切さがなくベリベリめくりだちょっと笑っだってもう この前撮ったやつで散々評価自己紹介聞いてるからいいやみたいな進行やめろ。気遣いなんですよ、気遣い。これ以上話すのも辛いだろうなって、まあね、まあ、確かにね、もっとお前のこと言えよお前ね。どっちか当ててほしいんですけどね。カズ君何言った？ね、夏色まつりチャンネル。あ、まつりちゃん、あ、ノーマルノーマルノーマルちゃん、ホロライブの清掃担当。そうなんです、清掃か、だってみんないつも清掃かなって返すんですけど、なんで俺ち首かしげた知ってんのか君は、まずいちゃんのこと知ってんのかそれも含めですね。 FPS なんだ。そうなんです、 FPS もやってたりとか。清掃あるもんな。はい、あの VTuber でやってますね、うん、V 最強っていう、うん、あの Apex とかの、うん、そのゲーム大会にも出てたりする、うん、はい。 FPS が好きなお清掃な、そう、お清掃かつチアガールかつっていう感じで、いろいろも属性もりもりでございます。嘘だないやいや、そんなもんな、嘘とかないだ、そんなもん、嘘じゃない。それはちょっとラインを超えてるかもしれないはい、僕はこちらですね、はい、スバルさん。あ、大空スバルさん、おー、チュパースバルさんも僕は見たことあります、ね、あ、ありますか。僕は見たことあるんだ。あ、ユガゴとかやってますね、うん、そうなんですよ。お昼とかに結構 RPG ものとか、はい、やったりしまして、うん、もうゲーム大好きな子ですね。この子はですね、一応部活のマネージャー的な、あー、はい、マネージャーだからスポーティーなんだ。そうなんです、アヒル要素は全くないのによくアヒルって言われますね。アヒル、そうなんです、なんか叫び方がなんかあーみたいな感じで、ちょっとダミ声な、声というか、そうなんです、なのでなんかクワクワクワみたいな感じでアヒル扱いされてますね。結構テンション高い配信だったから、うん、面白かった。うん、まあ、そうです、俺らにない要素。まあまあ元気さ分けてほしいですよ。ね、じゃあで、はい、私はこのレアのしおんちゃん。あ、はい、あ、出たの？レアしおんちゃんです。レアのクソガキ。レアのクソガキ。はい、紹介しました。クソガキだってたよね。あってあってあって。俺予定より強い言葉じゃない。いやでもちょっとレアのってつけたらちょっと強いかもしれない。ああ、確かに。うん、そうですね、シャララランって書いてますけど、そんなこと言ったことあったかしら。誰が書いたんだ誰が書いたんだ、シャララララランって、はい、はい、しおんちゃんでした。でも綺麗だな、やっぱりレア。なんかダブらねえな、なかなか。そうですね、ダブらないですね。で、俺が出たのがこちら、ロボコさん。あ、ハローボーのロボコさんですね。ハローボー、はい、挨拶がハローボーって。ロボコさん、これ足のところがメカなのかい。そうなんです、体が実はロボットなんですよ。はい、高性能と自ら言ってるんですが、いろいろポンコツという、うん、またポンかい。そうなんです、うん、もうホロライブ一番のポンコツですね、うん、一番のポンかい、はい、一番のポンでございます、はい、ポンコツじゃない人はいるんですか。あ、もちろんいるとは思うんですけどもでもその中でも群を抜いての 群を抜いてポンコツですね。あ、そうですか。あの、うん、前にその24時っていう、うん、あの白衣小百合ちゃんが企画した24時間の配信があったんですけど、うん、そのところにあの、うん、ポン大賞みたいな、ポン大賞、今まで あのメンバーが配信してきた中でポンだなって思うシーンを視聴者の方から募集して、うん、紹介するってあったんですけども、うん、あの配信開始した時になぜかその体の不具合で、うん、頭がハゲの状態で出てくるっていう川下くん、なに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 、で出てきて、しかもその時の顔がちょっとドヤ顔っていうそうなんでハゲてんのにドヤ顔本人はあの不具合だと思ってなかったんです。まさか不具合でハゲてるって思ってなくて、うん、見えないのか、そう、気づいてない状態で、そうそうそう、自分じゃ気づかなく配信に出たらなんかツルツルでそれはでも見てる側が困るよ、ね、それはずるいよ。そうなんです、困るんです。なんか普通に進行していくんだよ、だから出落ちがさ普通に進行してたらさそれは面白すぎるって。でもその始まってうん、ちょっとしたら気づいてなんでってので一旦エンディングに入るっていう、一旦エンディングに入るっていうエンディングに行くのがいいね。そうですね、なんか説明のターンじゃないです。そうなんですね、ちょっと親近感湧いたな全然終わるっていいじゃん、はい、そんなね、ちょっとポンコツなロボコ先輩です、うん、さあ僕の方はですね、うん、姫森ルーナさんですね。あ、ルーナちゃんのレアヒーター、レアルーナちゃん、たこ焼き。ルーナちゃんはですね、お菓子の国のプリンセスなんですよ、うん、お菓子。そうなんです、お菓子の国のプリンセス、たこ焼き。そうなんです、たこ焼きを持ってるんですけど、たこ焼きが好きなの。たこ焼きももちろんそう好きなんですよね、うん、あのたこ焼きのきっかけが分かんないんですけども、うん、あのルーナちゃんの、まあ、デザインをされました神崎弘先生のアイコンがたこ焼き、たこの形をしておりまして。そうだ、これあれだ、あの神崎さん、神崎先生。そうなんです、神崎先生なんです。俺そのお礼も出てたからさ、うんうん、そうですよ、同じ絵の人いると思った。そうなんです、そうなんです、すごいね。そうパパさんが神崎パパで、はい、なるほど。お菓子の国って大阪にあるんだ関西の方なのか。そして石上は猫股おかゆのおかゆ座のレア
ます。ピコピコって書いてあります。おかゆちゃん、はい、はい、おりょおにぎり、おにぎりのそうそう、おにぎりの方ですね、うん、ねねちゃんの、これノーマルかな、うん、ノーマルねねちゃんだ。マジでダブラン両方引いた、両方引いたんだ、両方引きましたね。ちなみにねねちゃんは虫が大好きでして、虫が大好き。あれさっき虫食べた人違いそうですよね。違う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 、好きの意味が違うんじゃない。食べる意味の好きじゃないよ。でカブトムシとかを飼って、へー、写真を載せてるんですよ。ヘラクレスとか飼ってたよ。この間ね、うん、なんかのまとめで見た、うん、あ、見ましたか。マジ虫すごい好きなんですよ。ある VTuber さんの配信画面がおかしいっていうので、うん、ずっとカブトムシの交尾のことをなんか書いてるからそうなんです、カブトムシ熱く語ってましたね。これぐらい本当にカブトムシが大好きで、落書きしてんの画面にずっと。そう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 、それ見た。だったら絶対コラボしなきゃいけない相手で、相川翔さんとコラボしない。確かにね、絶対コラボした方がいいって。はい、カブトムシって言われる、うん、見てーよ、ねねちゃんと相川翔のコラボ。ちょっと見てみたいですね。絡み見てーな。見てみたいですね。何かきっかけでちょっとある。でも今のホロライブの勢いだとあるな。あるな。ありますかね。じゃあもしかして何かの執念でゲストが相川翔さんだったら、うん、カブトムシしか共通点ないよ。そう、カブトムシ十分でしょ。カブトムシ共通点あったら十分そうそうないもんな、うん、はい、僕の方はですね、はい、星町水星さん。あ、水ちゃん、あら、かわいい。スイちゃんはもう本当にホロライブの中でも本当に歌が一番甘くて、ファーストテイクに実は、あ、僕もそれ見ました。あ、見ましてくれましたか、ありがとうございます。そう、出たりとか、もう CD とかもライブとかも何回も経験している、うん、本当に今私の中でも推したいメンバーですね、うん、なんですけども、ちょっとサイコパスなところがありましたね。サイコパスですか。はい、斧を持って追っかけてきたりとか。おいおいおい、そう、結構物騒なところもあるね。そこも可愛い。すごいな、はい、アイドルの概念覆るな。話聞いてると。そうですね、まあ、そういうところもあります。いい、ね、はい、じゃあ白髪はこちら、はい、なきりあやめちゃんのレアです。こちらですね、鬼の子なんですよ、うん、そうなんです。一人称がよって言ってまして、そう、よさんよさんとか言われたりとか、はい、してます。この子もポンですね。なんかポンしかいないじゃん。そう、ポンしかいないですね。よくぼーっとしてて、あ、よう何も聞いとらんかったとか言ったりとか。かわいい。そうなんです。あ、え、それは配信中の話なんですか。配信のコラボとかもね、あやめちゃんって打ち合わせの時とかじゃなくて、ね、打ち合わせはないですね。困った人だよ、それ多分。打ち合わせの時にそれは、ね、そうだよね、あやめちゃんって、あ、ごめんよ、何も聞いとらんかったっていうのがあったりとかします。喋り方からして年齢は相当いっとるんだな。1000を超えてましたね。1000歳超えとんのか。はい、好き。ありがとうございます。そういう設定が好き。じゃあ俺は、はい、なー、みんなオリュー、あ、ルーナちゃん、ルーナさっきのね、ノーマルルーナちゃんですね、うん、そう、あ、オッドアイなんだ。そうなんですよ、オッドアイなんですよ。こう見えて結構レトロゲームが実は大好き、なんと、そうね、耐久とかもしてますので、話が合いそうだね。合いそうですね。ぜひぜひぜひ、これで以上ですか、うん、俺は引き尽くした。これがラストですね。あ、ラスト、はい、はい、サダペコラ、おー、ペコちゃん、ペコラだ。レアバニーガールなんですよ。あ、そうなんですよ、バニーガールちゃんなんですよ。そうなの、ふぶきさんとはちょっと違う、ちょっと違うんですよ、違うんだ。はい、あくまでもバニーガールと。この子は我慢して人間食ってるんだ。まあ、家族は本当、ね、商売がたきを潰そうと。商売がたきとか、商売がたきじゃねえから。あれだよね、だからそうだよね、でもね、頑張って好感持てますね。頑張ってる。だってね、ちゃんとウサギとして頑張ってる。頑張ってる、うん、はい、頑張っております。人類ウサギ化計画とかもやってましたしね。あ、なんて恐ろしいこと。恐ろしいこと、なんて恐ろしい計画やっておりました、うん、ということ で、 以上です、ね、ちょっとお二人に白髪を出していただきたかったんですけども、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。